いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。会津若松編最終回始まります。では始めましょう。今度はですね、飯盛山にやってきました。飯盛山といえば有名な白虎隊ですね。白虎隊の悲劇のあった舞台ですね。ちょうどその麓といいますか、これから登山をしようかなと思います。白虎隊の少年たち、大使の皆さんの御霊をですね、ちょっと手を合わせてこようかななんて思っております。では早速行ってみましょう。ちなみに周遊バスの最寄り駅となるとここになります。飯盛山下です。ハイカラさんの方が結構回りやすいかもしれないですね。こちら1号機ですね。で、周遊バスのチケット、1日乗車券持っていると割引が効きます。通常250円のものが230円で、利用できます。これ便利ですよね。周遊バスは必ず会津に来たらゲットした方がいいかなと僕は思います。おすすめだと思います。でこのまま2号機に乗ります。2号機の方に乗るときにちょっと傾斜がついてますね、なんとかなりました。いや本当でも楽ちんですよ。であと先ほど聞いた情報で、あの世界で唯一の奇妙な建物と言われたダ・ヴィンチでも再現不可能と言われているサザエ堂なんですけれども、本当にこの飯盛山の山中にあるということなんで楽しみですね。ただ時間がもう4時なので、空いているかどうかについてはちょっと微妙なところです。楽ちんですよ、このコンベアは。もちろんお子さんの場合は半額になりますね、はい。これがサザエ堂ですね。こんな形してるんですよ。すごく奇妙な形してますね。この先に白虎隊大使の方々のお墓があるということなので手を合わせていきたいと思います。やってはならぬ、やらねばならぬ、ならぬことはならぬものです。ここが飯盛山の白虎隊大使のお墓です。あれですね、ここで鶴ヶ城が燃えているのを落城したと思ってしまった。まだ15歳から17歳の若い少年たちが自ら命を絶つという悲劇が
ここであったんですね。ちゃんと立派に綺麗にお墓がしてあります。ではですね、白虎隊の大使の方々に手を合わせていきたいと思います。たった今大使の方々に手を合わせてきました。歴史の舞台に立つっていうのはこういうことなんだなって今ちょっと実感がやっと湧きました。フィクションじゃなくてちゃんと事実なんだなっていうことがやっと受け入れられるようになりました。そういう意味で来てよかったです。こちらが白虎大使自陣の地と書いてあります。一体どんな気持ちで鶴ヶ城の落城、そして自ら命を絶つという思いに至ったのか、ちょっと追体験したいと思います。こちらですね。どうしたここ？ここですね。白虎隊殉難し各々の霊の塔、読み方全然違うと思うんですけど、そのように書いてあるっぽいです。ここに説明書きが書いてあります。そして今彼が見ているもの、それがこの方角に鶴ヶ城、会津若松城があったわけです。そしてそれが燃えていると思ってしまった。そして彼らは命を絶ちました。でも今の会津はこんなにも穏やかで平和です。今度はこの坂を下ります。上がるよりは楽ですね。ちなみにさっき使ったスロープがこちらです。確かにこれは使ってよかった。ここにこっちがサザエ堂ですよと書いてありますので、このまま行きます。これですね、サザエ堂。中にはもう入れないようです。でもせっかくなので写真に撮りたいなと思います。こんな感じですね。
すがに閉まってました。